ました。路面が止まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。各駅電車神戸三宮行きです。次は中津です。ご注意ください。
調子、目の運転、手を伸ばしたら、伝われずに乗務員、または駅係員までお知らせください。神崎川です。出口は左側です。出口は右側です。
皆様、まもなく神戸三宮方面新幹線車が通過します。小さなお子様は手をつないで、黄色い電気ブロックの内側にお座りください。ただいま電車が通過します。危険ですので、黄色い電気ブロックの内側にお座りください。
塚口です。伊丹方面はお乗り換えください。神戸三宮には次の通勤特急新海地行きが先に到着します。出口は左側です。西宮北口、阪急西宮ガーデンズ前です。宝塚江戸方面はお乗り換えください。神戸三宮には次の通勤特急新海地行きが先に到着します。
ご乗車ありがとうございました。西宮北口、阪急西宮ガーデン前です。宝塚方面は6号線、7号線、沼津方面は5号線にお越しください。神戸三宮では次の通勤特急新大地行きが先に到着します。通勤特急をご利用のお客様は、右側降りたホームでしばらくお待ちください。両側の扉が開きます。ご注意ください。停車神戸三宮駅です。次は筑川です。紅葉方面はお降り換えください。神戸三宮には次の通勤特急が次に到着します。お客様にお願いします。持ち主不明の荷物や現物がありましたらスタートに乗務または駅係員までお知らせください。
芦屋川です。岡本です。神戸三宮には通勤特急が先に到着します。出口は左側です。
三陰です。出口は左側です。特急の通過待ちを行います。発車までしばらくお待ちください。まもなく扉が閉まります。閉まる扉にご注意ください。
は王子公園動物園スタジアム前です。
も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございました。神戸三宮、神戸三宮